おはようございます。釣り子 TV です。一つですね、クランクベイトというかトップウォーターというか、その間っこみたいなルアーを釣り具屋さんで見つけたので買ってきました。シマノのね、バンタムシリーズね、これバンタムの、プラグなんですけども、コマックサーフェイスっていうね、こんな、可愛らしいルアーなんですけども、後ろにブレードがついていて、でこの立ったねリップから見るに、こう水面から、まあ、水面直下をせわしなく泳いで魚を探す、こういったルアーじゃないかなと思うんですけども、価格は1個1320円っていうことで、あ、先行深度書いてありますね。0から30センチぐらいを攻めるよっていうことで、ここに書いてありますが、早速ねちょっと中見ていきたいと思います。カラーはね結構いろいろ選べたんですけども、まあね、トップウォーター使いっていうことでこんな感じのザ・トップウォーターみたいな色選んでみたんですけども、パロットって書いてありますね。じゃあ早速開けていきたいと思います。ファンタムのねルアーっていうことで、よいしょ、こんな感じで、あ、フックが暴れてボディに傷がつかないようにこうね、ちょっとこういう考えられた感じのパッケージで、あ、針ねがっちり3点で固定されているんで、この綺麗な塗装に最初に傷がつかないようになってますね。お、なんだ、説明書が、ルアーのフックは針先が大変鋭くなっておりますっていうね、出した時に怪我しないでくださいねっていう説明書きがこう各国語で書かれた、ね、こういった紙が最近入ってるんですね。はい、おー、こんな感じですよ。あ、かわいいですね、顔がね。で、あ、ゴトゴトサウンドが入っている。あ、で背中には、名前が書いてありますね、バンタムということで、結構ね小粒な感じなんですけども、ちょっとどんな動きするのかな。でブレードがついていて、ブレードにねバンタムのブレードの 1.5 サイズだよってことですかね。こんな感じの金ブレードがついております。でお腹周りね、ちょっとここがポッコリって重りが入ってるのかなっていう感じで、非常にねこのリップが厚手で、まあ、多少ねぶつけても、あ、なかなか壊れないよみたいな感じに見えますけども、でスプリットリングがついていて、針がこれね、あ、もうね最初からフッ素コートのギャンギャンに刺さるね強力な針がついてますね。ちょっと触れただけでね、もう肌にこうなんていうかね、吸い付いてスーって入っていっちゃうような危険な強力な針がついております、コマック。じゃあねちょっと重さの方ね測っていきますかね。こう針とかブレードがついていて、13g だよなんていうことで書いてありますけども、重さ何 g でしょうか。ほぼぴったりですね、 12.9g ね、うん、12.9g、 ここに書いてある通りですね、 13g で、で 50mm だよということなんですけども、でおよそ 13g あるこのルアーですね。まあ使いどころとしてはもうね、まんまトップウォーターっていうこと、今ねブラックバス釣りでいうとハイシーズンなんで、朝とか夕方でまだ涼しい時間帯とかでブラックバスがこうちょっとね、うろうろして魚を追いかけてる時間帯、そういった時とかにテンポよく、岸際をサーチしていく、そんな時に絶対、効くんじゃないかなっていうこと で、 であとはまあ多分ね一点、まあ、ブレードなんかもついてるからちょっと、クイや立ち木の横で一点シェイクで、魚を誘い出すなんていうのも得意そうですけども、結構ね
広範囲に、まあ、どこにいるかバスがいるか絞り込めてないっていう時にこう素早くサーチしていくね、こんな使い方ができるんじゃないかなということで、例えばあの霞ヶ浦水系とかだとあの横利根川とかですね、こう延々に続くまっすぐの護岸で、その護岸のちょっとしたシェード切れ目の下にバスが潜んでいたり、あとはまあテトラが結構水面近くまであって、でその隙間でバスがね通りかかって作ってやろうなんて待ち構えてる時ね、でまあピンポイント絞り込みづらい、どこのシェードから飛び出してくるか、あーね、もう何回も通ってれば大体あそこにはちょっとした崩れがあってとかね、目星をつけて投げることができるんですけども、ちょっとそういうのも初見の場所でわからないよなんていう時に素早くね探す時には、こういった泳ぐね、で水面直下でそんなに潜り込まないで、その寝がかったりとかのね一回テンポを崩す、まあ寝がかり外しに行ったりとかない、ほんと水面から水面直下で一気に探れる、こういったルアーが効果的なんじゃないかなと思うんですけども、あとはね、まあダム湖とかなんかでも、まあバンク沿い切り立った垂直岩盤で、まあ垂直岩盤でここにもいるしあそこにもいるし、線で誘っちゃえってね、食い上げさせる、そんな時なんかも使いやすいんじゃないかななんていうふうに思います、なって感じですが、まあ裏に説明書きが書いてあるんでちょっと見ていきたいと思います。バンタムコマックサーフェイス、水面特化の複合波動、水面を攻略するために特化したコマックサーフェイス、リプトボディが生み出すクランクベイトアクションに細かい波を生むブレードをプラス、マクベス譲りのカバー回避性能を武器にオーバーハングしたなど小田が絡むポイントも攻略可能、 US トレイルでの実戦から生まれたオーバーサイズのトラブルフック1本の専用設計はコンパクトルアーのデメリットである小型フックでのバラシを軽減しますということで、あと下の方にまずですね、ラトルウェイトによる重低音サウンドってことで、これですね、重低音サウンドですよということで、あとは、バンタム専用のコロラドブレードがついているというところ で特に注意、ね、説明書きでも書いてあるということで、フックが TBL930 の4番フッ素コートの針が付けられているということで、この、まあ、なんだろう、50ミリの小型ルアーにしては大型のね、針が付いてますっていうことで、まあ大きなバスが来た時も比較的安心してね、戦えるよということで、こんな感じの、まあこれね後ろも針つけたらちょっとね干渉して絡んじゃいそうですけども、まあ後ろはブレードなんで、そんでこの前の方には一本のね結構太軸だけどフッ素加工でサクッと刺さる、こんな針が標準装備最初からされているんで、まあなんていうかこう大きなバスが来ても安心だよって、こういった感じになってるんじゃないかなということで、でこのねリップがちょっと丈夫めに作ってあるんで、もうガンガンに投げれるところにどんどん投げていこうっていう感じですかね。まあただこのねあのトップウォーターならではのこのなんていうんですか、可愛らしさっていうかね、こういったところも、残しつつなんで使って楽しい感じで、で案外実戦向きな装備が至るところに、装備されてるんだよなんて、こんなのが感じますね。でまあこのブレードもねなんかちょっと特徴的というかですね、ちょっと厚手なんですよね、バンタム独特のブレードっていうことだと思うんですけども、まあここら辺のねブレードをちょっと自分のお好みのブレードに交換して、まあもう少し大きなブレードに、してですね、よりガチャガチャと水面を騒がしたりとかもいろいろ考えられるんじゃないかなということで、まあ早速ねもうね夏もまあ長い長いと思いつつも、もう8月に突入してでね9月10月11月ぐらいまではね結構釣れちゃうんじゃないかな関東なんかではなんて思ってますんで、ちょっとねタイミング
こういったルアー効くんじゃないかななんていうところに出会ったらですね、積極的に投げていってみようかななんていうふうに考えております。というわけでですね、本日の釣り子 TV はシマノの、ね、バンタムシリーズですね、コマックサーフェイス、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。